はいこんばんは、ポップです。 今日は以前に募集しておりましたメール配信ですねトレードのメール配信の募集を再開しようと思いましてこちらの動画をアップさせていただきました第2次メール配信募集という形でねこれはあくまでも参加希望をされる方なので特にね今まで通りね動画を見たいという方であれば特にね見る必要ございませんので希望の方のみご覧いただければと思いますこちらですね以前に募集した FX トレードメールの配信について 新たたに募集を再開しいいなと思います5月にね、前回は募集させていただきまして、5月末までね、配信をさせていただいたという形でございます。まあ、結論申し上げますと、良いパフォーマンスを、ね、出せなかったなというのが反省点でございます。いろいろね、理由はあるんですけど、相場のせいにしてもしょうがないんですが、1つ目はですね、ちょっとね、やっぱりプレッシャーを感じてしまいましたので、相場の判断を見余ってしまったというところが1点。2点目はですね、これ、インする時間ですね。 えいつもは私あの、ニューヨークマーケットがオープンしてからですね、えー、インをしていたという形なんですが、えー、メール配信のタイミングはね、まああのー、8時からという形でしたので、まあ、先に、ね、メール配信をしていたというところもありまして、やっぱりね、メインの勝てる時間というのは人それぞれ違うという形なので、まあえー、しっかりとね、ニューヨークオープン後にね、今後はやっていきたいなと思うところでございます。 あと3番目ですね。毎日配信することを目的としてしまってですね。勝てる相場のみインをすることができなかったかなというのが反省点の3つ目ですね。 やっぱりここぞという場面はやっぱりあると思いますのでそういったところのみですね今回はメール配信していきますので決して毎日メール配信するというわけではございませんのでご了承いただければと思いますあとねこれはもう完全な言い訳で申し訳ないんですがユーロドルですね5月のユーロドルというのはチャートを見ていただければわかるんですが非常にね変動が激しくてテクニカル的な要素が通用しなかったというところでねここで大きくへこんでしまいましたのでこれに対応で できなかったね私が悪かったという状況でございます。この、ね、反省を生かしまして、 6月はね、ちょっとメール配信はやめていたんですが、まあ、勝てる相場でね、インすることを徹底して、精神的にもですね、気力的にも、資金的にも復活することができたということで、今回再開をするということの決断をしたというところでございます。なんとかね、こちらの動画にもアップさせていただきましたが、なんとか大きな利益を出,る出すことができましたので、そしてまた皆さんにね、還元できればというところでございます。もう一度気持ちをリセットし、新たに 7月からメール配信を再開するということで随時募集しますというところでございます。私のモットーであります勤勉で努力するものに稼いでもらいたいというね信念に基づいて最後度をやり直すという形です。ご興味ある方はね以下の通りお申し込みくださいということでねまあ、定員に達したら締め切るという形で前回はね30名ぐらいの方がね参加していただきましたが今回もねある一定の定員で切りたいと思いますのでよろしければ参加の方よろしく よろしくお願いしますまたね、メールの配信条件等はね、こちらのブログの方に載せておりますので、こちらコメント欄に URL を載せておきますので、よろしければご覧いただければと思います。はい、ということでね、今回、メール配信をね、もう一度募集するということで、私の方もね、新規一点、こちらのテーマ、もっとね、勤勉で努力するものに稼いでもらいたいという気持ちでね、メール配信をしていきたいと思いますので、ご興味ある方はお申し込みいただければと思います。はい 遅くに失礼いたしましたまた明日からもお仕事とトレード頑張っていきましょうバイバイ